幸せなら即タイム。どうも、ミストです。はい、本日はですね、花丸高校で経験点2万7000点の PG8 投資を盆栽で作成することができましたので、そちらの動画の後で解説の方をしていきたいと思います。デッキがアイラ、モルモト、アーサ、ユーカ、マモル、シラセということでですね、こちら、虹特、新街道、新怪物球威、新鉄仮面が取れる編成となっております。急速スタミナが2枚、そして変化が6枚のこちらの現状花丸高校最強デッキで今回攻略してまいりました。持ち込みアイテムが招き猫とマックスパードリンクですね。まあこちらのデッキ最強決定戦のね、まあ、パースポーを見ていただければお分かりの通り、もう最強になっている方が使ってるデッキなんですよね。で、私も試しに使ってみたところ経験点がバカみたいに出ました。もうね、セク号突入したかと思ったくらいね、まあ、経験点出たので、まあこのデッキで現状攻略していくのがいいんじゃないかなというところですね。まあ、もちろんね、私がこのデッキオール50で組めるっていうのもあるんですけども、やはり変化6枚で固められると変化のトリプルタック以上がかなり来てくれますので、これをね生かして、はい、全経験点稼いでいこうっていうのがこのデッキの、まあ、特徴となっております。ではね、サクセスの方を見ていくんですけども、まあ、序盤は体力キープしながらですね、そして3カードとストレート、これを早めに狙っていく、まあ、これはね、まあ、前回の動画でもお話ししたと思うんですけども、これをまずは転がげていきますと、でここコントロールで、ストレートフラッシュですね、ちょっと怪我率怖いですけど通していきますと、本当にストレートと3カード、まあ、特に3カードかな、これがねマジで厄介なんですよね。しかも3カードに限って怪物球威っていうね、もう絶対に取らなきゃいけない金徳なんで、ここは失ってはいけないので、まあ、3カードはね、できればセク3くらいまでに抑えておくと、マジで気が楽になると思います。で、ここ早くもね、マックスパドリンク使ってしまうっていうね。はい。まあ、このサクセス、まあ、マジでこのデッキの初使用回だったんですけど、まさかね、こんな花もハマるとは思っておらず、ちょっとね、大胆な動きをしてしまってるんですけども、まあ、この後にもっと大胆な動きが出てくるので、大胆な動きという名のプレミが出てくるんでね、まあ、そこもお楽しみにお待ちください。さあここは守備で、3カードフラッシュが狙えるような、感じになってますね。で敏捷ポイントも稼いでいきますと、でアーサーの回復メトと強いと、で赤の7ですね、赤の7はまあここメンタルいくと、ストレートトリコロールかなになりますと、まあ、コントロールも強いんですけども、まあ、さっきも言った通りね、まあ、ここは確実に体力キープしながらトリコロールまで抑えてしまうという感じですね。まあ、個人的にトリコロールが一番揃えやすいかな。まあ、4をね、特に多用してると、まあ、トリコロールで、妥協することがね、結構出てきますので、はい。トリコロール自体はね、簡単なんですけどね。さあ、生まれ持ったもので負けられないを選んでいきますと。まあ体力ない時にね、回復メントは来てほしいんですけどね。まあこのパワープロンね、醍醐味。ランダムで、どのタイミングでイベントが起こるかわかんないっていうところはね、まあ面白いですよね。さあ、守備練習も強いんですが、まあね、9使いたいんですが、まだね、評価上がってないんですよね。一応ダブルタックにはなってるんですけども、役が作れないんで、ここはね、まあ休息で、まあ、評価を上げつつ、監督評価も上げて、はい、ポイント取っていきますと。ちょっとあんまね、序盤に9来てほしくないんだけどね。今回の、まあ、初期手札から、まあ、その後の引きも含めてね、ちょっと9がいっぱい来てしまってますね。まあ、急速で3カード作れるんで、ここもね、抑えていっちゃいたいと思います。さあ、コツを抑えながらいきたいが、本当にね、この高校、コツもらえないんだよね。そこがね、戦国高校、とのね、やっぱり、戦国が強い要因にもね、なり得てるのかなともちょっとは思いますね。はい。まあ、なんだかんだ戦国高校も、青骨ね、3つランダムでもらえるときあるじゃないですか。あそこでね、まあ、強い骨引いてるとだいぶ変わってくるんですよね。でそれに比べて、この高校は、このイベキャラからしかね、骨もらえないですからね。ちょっとそこがきついよね。経験点は出るんですけどね。さあ、急速で、まあまあの、タックを引いてるんですが、で、9のね、プレミアムが控えてますね。これもちょっとうまく使っていきたい。まあもうね、4番目に来てるんで、もうここずつというタイミングで使ってしまいたいですね。で、一応今7が来てるので、コントロール練習でストレートを作れる感じになってますね。はい、ここも
まあ、早めに抑えておきますと、うん、で体力ちょっと回復しまして、セクイチ終わりですね。3000点と、まあ普通かな。はい、普通でした。さあ、セクに入りまして、急速タック来てますね。うん。まあこれにまあ、プレミアム級打っちゃってもいいかなといったところですね。まあ守備練習もそこそこ強いので、まあ強くなった方に行こうかなというところで、まあ、見てみると守備がこんな感じで、急速がなんと、ほぼカンスト。筋力ほぼカンストだったんで、これはまあ、うん、急速の方行こうかなってところですね。まあ、このデッキ変化6枚というところで、急速上げるのしんどいかと思ってたんですが、全然そんなことなかったですね。うん。ガードのアーサーとかがね、普通に急速練習いてくれれば、めちゃくちゃポイントが入ります。シラセもね、まあ、ガードなんで、まあ、彼女がうまく働いてくれると、まあ、ここも全然問題なく稼げますね。最終的に今回筋力ポイント余りましたからね。結局は技術精神ってのがね、もうよくわかる動画になってると思います。さあ、ハイナンバーフラッシュ。ありがとうございます。さあ、コツはもらえず、ナイス回復ですね。シラスはほんと回復面と3回っていうのがね、めちゃめちゃ強いですね。で、モルモトが走りました。で、19663。うん。一応もう一発9が控えてるんですけどね、ここね、守備、狙っていた1のね、3カードフラッシュ。誰も人がいないっていうね、悲しい結果になってしまいました。まあ、これね、ちょっと守備でね、次頑張って、うん、行きたいので、遊ぶでスクラップ回復していきます。まあ、時としてね、この遊ぶをね、使っていくっていうのもね、めちゃめちゃ大事なのかなと思っております。で、結局守備練習は渋かったんですけども、変化でめっちゃ強いタック来ましたね。これはもう、行くしかないというところで、はい、踏んでいきます。まあ、ちょっとね、役が作れてなかったのがもったいなかったんですけどね、ここは噛み合わなかったというところでね。うん、まあまあまあ、トリプルタックルも全然経験点張るので、よしとしましょう。で、モルモットが早くも2回目。うん。ちょっとカイドウ、のびこつは難しそうかな。いつも通り。取れた試しがないっすね。で、一応9が来てるが、使ったところでっていうところなんですけど、一応使って青の6ですね。青の6なんで、コントロールかな。で、ここで技術ポイント取っていこうかなってところですね。トリコロールペアかな。はい。まあ、本当に技術ポイントがめちゃめちゃ辛いので、ここはもうコントロールをガンガン取っていこうかなっていうところですね。さあ、もう急速で一発でかいの踏めたんで、だいぶ、うん、筋力ポイントに余裕ができました。このね、一発でかいの踏んでおけば、あとはね、勝手に変化タックが起こってくれますので、その変化タックを起こしていく中で、いかに変化練習に、まあ、青と赤ですよね、のカードをたくさん詰めるかっていうのが大事なのかなと思ってます。この変化タックも強いですね。ただのトリコロールなんですけども、まあ、このトリプルタックの力で、まあ、技術精神を入れていきますと。まあね、このポイントの入り方はね、ちょっと申し訳ないんですけども、デッキパワーっていうのがかなり大事になってくると思っております。ここばっかりはね、まあ、この高校ちょっと仕方ないかなというところですね。戦国が、まあ、デッキパワーいらない高校という形から、まあ、この花丸高校は、まあ、多少なりともデッキパワーがいるっていう、なんか、差別化してきたなというところが、わかりますね。で、カイドウが終わりましたと。はい。コツ1で取って、まあ、3なんですけど、今体力ありますので、まあ、無難な一手でいいかな。まあ、スタミナ行って、プレミアム貯めるっていうのも全然ありですね。現状、まあ、4をね、使えるっちゃ使えるんですが、ちょ、どっかに打っていきたいところですね。急速に、試し打ちしました。まあ、その結果が、はい。まあ、フラッシュということでね。まあ、ヒーローも2体いるんで、まあ、ここも無難に強いかなというところですね。まあ、この4のね、ギャンブル、これでいかにいいカードを引いてこれるかっていうのも、まあ、選手ランクが伸びる要因にもなってきますので、はい。まあ、ここのギャンブルもま、楽しいですね。で、2枚目のプレミアムは6ということで、6はね、正直言って弱いです。はい。6、特に紫がね、不要なんですよね。まあ、守るが6持ってるせいでね、まあ、めちゃめちゃ来てしまうんですが、まあ、変化6枚なのに、もう、ぶっちゃけ、レンジャーのね、紫っていらないんですよね。まあ、その中で、これをうまい具合に処理していくっていうのが求められていくのかなっていうのを感じました。
コントロールいいですね。技術も入って、はい。なかなか強いんですが、変化もね、66っていう並びを狙えるんですよね。で、変化の方を、まあ、テンパーにしといた方が、まあ、役がね、できますので、まあ、この変化6枚編成においては、まあ、かなり期待できるかなというところで、ここはあえて変化に行きました。そして、お正月は、正吉でしたね。はい。なんとか大凶は回避と。まあこれ大凶引くとね、飲みの心臓とかね、ガラスのハートとかね、つくことありますからね、マジで怖いです。さあ、まあ守備練習がそこそこ強いですね。まあここ本当は、スリーカード狙ってたんですけど、まあここもちょっと妥協で踏んでいきますと。ペアフラッシュ。まあ敏捷ポイントはこれでかなりいい感じかな。さあ、真ん中でタイピンもらいましょう。体力最大値上がる系のイベントは早めに来てほしいですね。さあ、ここで、はい、来ましたね。スリーカードタックですね。うん、ただのスリーカードでしたね。ここ、まあ、複合役作れれば、金得確定だったんですけどね。減点投球。まあ、惜しくも作れなかったんですが、まあ、十分強いというところで踏んでいきましょう。これがね、まあ、トリコロールとかになってくれてたらありがたかったけどね。フラッシュとか。さあ、これだけでも1500点くらい入りましたね。はい。まあ、変化タックにマジでね、青の技術のカードをね、詰めるか、マジで大事だなというふうに感じました。うん。変化を上げると、結局、変化ポイントを上げるのには、もちろん変化ポイントはめちゃくちゃ使うんですが、技術ポイントをめちゃくちゃ使うので、はい、勝手になくなっちゃうんですよね。まあ、変化もこんだけ上がってますけど、今コントロールいいですからね。まあ、ここの兼ね合いですよね。うん。まあ、千丸だったらもっと楽になるとは思うんですけども、盆栽だとね、よりきついので、はい、なんとかしていく必要がありますと。さあ、ここは、トリコロールペアのスタミナ、なかなか強いタック。まあ、シングル、スタミナシングルなんですけども、まあね、キャラがいっぱいいたんで強かったですね。ここで打球反応をもらっていく、一番いらないコツ。マジで。さあ、63、634。まあ、どうしても6が多くなってしまってるんですが、はい、またしても来ました。3カード、トリプルタック。マジでここはね、格変入りましたね。これで3カードも一気に2回詰めたのはでかいかなと思います。たまたま役ができた時に1つしか壊れなかったので、6、2枚残ってくれたっていう感じですね。ここの運も大事ですよね。まあ、6がね、どうしてもこのデッキ編成だと多くなりますので、残ってくれると、まあ、おのずとね、3カードが作りやすくなりますので、うん、まあ、残ってくれてマジで幸いでした。はい、というところで、まあ、精神ポイントは現状めちゃくちゃ余ってるんですが、これも徐々になくなっていきますと。全然赤がね、デッキに入ってないっていうのもあるんですけどね、スナイパーが。うん、全然今んとこ来てないですからね。さあ、変化カンスト引いて、今度は一気に壊れましたね。これなんか耐久値みたいなのあるのかな？で、セクニ1万2000点っていう、まあ、自分自身のハイスコア更新ですね。はい。セク 2.5 みたいなサクセスができたかなと思います。さあ、セク3入りましょう。で、お気づきの方はね、もういらっしゃると思うんですけどもね、今回ね、このデッキ編成ね、鉄仮面取れるキャラが3体いるんですよ。なので、アーサーは、エクスカリバーを攻めなきゃいけないんですよね。で、エクスカリバー攻めたとしても、高校金徳のジャストフィットと被ってますので、まあ、結局、査定に反映されるのはね、エクスカリバーだけなんですけども、私、間違えて下方向のチェンジアップを誤って取ってしまったんですね、序盤に。なので、これね、エクスカリバー行く意味がほとんどなくなってしまいました。本当は、エクスカリバー以外のね、まあ、4方向を取った状態で、まあ、エクスカリバーを通していくっていうのがベストだったんですけども、まあ、今回ね、それができなかったのが一番のプレミーでした。はい。まあ、金徳失敗したと思えばいいんですけど、はい。まあまあ、エクスカリバーは取らないからね。取らないと言いつつ、まあ、急速割にもいい感じに上がってるので、通ったかもしんないっていうふうに思うと、ちょっと悔しいですね。はい。まあ、次回から気をつけたいと思います。そして4のプレミアムを引いていく、これは神カードですね。で、前回の動画でね、まあ、気づいたんですけど、4のプレミアムめちゃくちゃ強いんですけども、山札を一気に減らしちゃうんですよね。それもあって、まあ、山札切れをね、起こしやすくなってしまうっていうところには注意が必要です。うん。
4ね、どうしても強くてね、めっちゃ使っちゃうんですけども、そうするとね、山札がなくなって、ガラスのハートがつくっていうね、はい、昨日の動画みたいになってしまいますんで、はい、ぜひね、そこには注意してください。で、ここは、運よく、これ、ストレートトリコロールかなになりましたので、はい、ストレートもらっていきましょう。これで狂気霊取れるかな？さあ、この4のランダム要素をね、生かしていきつつ、ナイスタックですね。シングルでも十分強いから、シングルでも他の高校のトリプルタック並みのね、経験点入りますからね。さあ、守りが完走。で、ここは穴場の店に行って挑戦して根性をもらっていきます。まあ、アイラがね、ど根性くれますからね。ここで根性取れるとでかいかなと思います。で、3が続いてるが、うん。守備練習がまあまあいいですね。ヒーローが4体いるので、プレミアムを重ねられますと。他行くとこないんで、ここは、まあ守備一択かな。変化行って、まあ3の3カードを狙っていくって形もね、取れましたけど、ここはね、プレミアムを食べていきますと。で、タルクあるので順応をもらいます。技術精神きついからね。で、アイラが1回目ですね。で、35905と9が来てるんで、どっかで使いたいが、はい。4タック来てしまいました。これ結果論で言うと、さっきの練習ね、変化言ってたら、まあ3の3カード4タックっていうめちゃくちゃ強い練習になってたんですけど、まあ別にこれも、ね、役ができなくても変化完走してるし、技術もめちゃくちゃ入るし、神練習ですね。もうこういうの引けちゃえばね、マジでもう関係ないですからね。もうタックでゴリ押す。高校システムをね、もう除外して、タックだけで行ってしまう。これだってもう123、ポイントしか反映されてないですかね、技術のところも。まあ、でかいっちゃでかいんですけどね。はい。さあ、もう、これでも変化がすでにもう、4方向目取ってて、3方向カンストはいけそうですね。はい。さっきの練習は9使うまでもなかったということで、まあ、3カードができた状態で9使ってたら、めちゃくちゃインスタ映えできたんじゃないかなと思うとなると、考えるとちょっと悔しいですけどね。まあ、ここも変化タックが無難に強いかな。体力キープするならメンタルだけど、うん。ここ、またプレミアムのね、4を引けたので使って練習を確認していきますと。で、まあ、急速に9が乗ったのはかなり強いですね。で、こう手札渋かったので0を打ちますと。山札にね、結構余裕があったので。で、また4をたくさん引いてくるとなってますので、ちょっとね、これ終盤山札切りは怖い感じですね。こう守備にも使ってしまいます。はい。これめちゃめちゃ使ったな、このターン。で、役ができてるところに行こうかなってところで、ちょっと微妙なんですね。今回の引き自体はあまり良くなかったです。まあ、変化が、ダブルタックが結構強くなったっていうくらいかな。まあ、Q をね、使ってから0使うかってとこ迷ったんですけども、ちょっとね、スクラップが一気になくなってしまったところでやめておきました。まあ、このサクセス、ほんと Q あんま、最初に一回でかいの使いましたけど、あんまり Q 使わずに、まあ、この経験点出せたので、まあ、Q がもっとね、絡めば3万点とかもね、全然狙えるなっていうところは感じましたね。アーサーが走りましたと。で、まあこれも鉄仮面意味ないんですけどね。はい。お気に入って、まあ、ワンチャンね、前さんっていうところで、モルモトか、アイラ。まあ、アイラが未完っていう可能性もね、まあありますので、まあ、保険で取っておいたっていう感じですね。エクスカリバー、せめて通せばね、まあ一応エクスカリバー分のね、査定は反映されるんですけどね。4メモリ分くらいだったかな、エクスカリバー。あ、もっと低いか。3か4メモリだったかな。はい。で、変化に4を打ちつつ、練習を見ていきましょう。はい。スタミナのトリコロールが強かったので、ここはスタミナトリコロールを踏んでいきます。こう精神稼ぐのも大事です。マジで。赤絡みのスタミナタックは精神ポイント結構入りますので、これを活かしていくってもマジ大事ですね。で、今回スクラップに余裕がめちゃくちゃありますと、なぜか。まあ一回遊んだっていうのもあるけどね。で、ここ、急速トリコロール。まあね、急で行きたいところではあるんですけどね。ちょっと悩むところ。
まあ、スタミナにまず使ってみますと。で、緑のゼロが来たということで、これまたトリコロリンだったかな。はい。これでまあ、なかなか強くなりましたね。というところで、まあ、ここはスタミナタックに行くことにしたと思います。一応、球速がハイナンバートリコロリンになってるのか。まあ、だけど、スタミナ入れたいんでね。まあ、うん。スタミナかな、ここは。今回、青の引きがね、そんなに良くなかったかな。序盤の方に来ちゃったのかな。それか、最後まで、山田の下方に、下の方に埋もれたとかね。まあ、そういうね、まあ、噛み合いもありますからね。もう、手札が、もう緑と紫ばっかなんですよね。さあ、これね、強いですね。9。まあ、残念ながらタックが来なかったので、これはもう、3で回復して、急速3カードを取っちゃおうかなっていうところでございます。これで怪物9位はゲットかな?おそらく取れると思います。ヒーローも3体でも美味しいですね。3カードトリコロール。これタックだったら強かったんだろうな。はい、怪物9位ゲットしました。これであとは、フラッシュと、原点投球、プレミアム絡みの複合役を作るだけですね。まあ、フラッシュは簡単なんで、はい、そのうちできるでしょう。俺はコントロールかな。ちょっと技術が圧倒的に足りてないですからね。一応コントロールは A まで上げましたが、まだまだ足りません。急速上げるのにもね、まあ、急速コツがないと技術ポイント持ってかれてしまいますからね。まあ、急速かな、ここは一旦。はい。急速に役がつく状況にしておくと。まあ、急速変化は常に、テンパイしておきたいというのはありますね。で、急速フラッシュかな、ここは。うん。まあ、さっきの練習、コントロールでもよかったけどね。まあ、3をうまく使って。はい。これで、ジャストフィット取れるかな。ちょっと数えてないですけど、おそらく、もう頃合いだとは思うんですが。もう、脳筋ですね。筋力しか減らない。はい、じゃあスイートゲットですね。あとは限定投球だけ、回復多いし。ここでまあ、ログで確認できますので、これをまあ確認していくっていうのも大事ですね。で、プレミアムの5が来たので、まあ、これね、一応、使えばね、4をプレミアムにできる状態ではあるんですが、やわらもうね、18枚しかないっていうのと、ちょ、減点投球掛けは怖かったので、これはうまく、複合役を狙っていきたいと思います。このあたりから逆算して考え始めますと。まあ、ここはメンタルでもいいかな。ちょ、3がないので、体力キープしつつ様子見でいいのかなと思ってます。この時3の枚数もかなり多いので、3と6が結構来やすい編成になってますね。うん。なので体力キープも彼女なしなんですが、しやすいってのがかなりいいかなと思ってます。結構ね、まあ、プレミアムの4を使った結果があんまりよろしくなかったですね。緑と紫ばっかなんだよね。まあ、逆に言えば、青と赤を引いてこれれば、まあ、勝手にトリコロールになるってことなんですが、なかなか引けないですね。さあ、4、1、5という並びでそろそろプレミアムが来てしまうので、現状だと、複合役できないんですよね。守備、スタミナ、コントロール、球速だと。紫の5なので、トリコロールにもならずと。ところで、ここで4を変化に使ったところ、青の6が来ました。青の6が来たということは、5をね、変化に当てると、トリコロールペアのね、複合役ができるようになりましたので、ここはちょっと助かりましたね。はい。4の運に勝ったというところで、そこを狙っていきつつ、金徳を取っていきましょう。まあ、1使ってもよかったんですけども、ただ、1、変化ポイントなんでね、変化はもう、十分。もう今でもね、もうごちそうさまっていう感じなので、ここは、一旦休憩っていう感じですね。メンタルも強いけどな。メンタル強いけど、コントロールで技術も入れたさあるというところで、はい、取っておいたコントロールいきましょう。まあ、ここで、バウンサーのキャラは、諸本がいる状態で行きたかったっていうのはありますけどね。はい、セクサン 18,693 点というところで。はい、これも、セク 3.5 くらい、やったかなっていうね、まあ思いはありますね。さあ、セク4行きましょう。
で、プレミアムタックで、金徳を取っていきたい。ここ変化たくさん来てくれっていうね、ちょっと内心思ってたんですけども、残念ながら、まあ、モルしか来てくれませんでした。まあ、ここにモルモトがいるだけでね、全然技術の入ってくる量が変わってくるんですけどね。だからね、今回、なんだろう、肝心なところで、タックがね、引きが弱いんですよね。なんか、役になってないところで、トリプルタックとかね、よく引いてたと思うんですけども、こういう、プレミアム絡みのタックっていうのは、マジで、役割が一致すると、経験って伸びますので、そこでね、まあ、思いっきり稼げなかったっていうのが、ちょっと反省点ではありますね。で、ただ、変化のね、5、6と、プレミアム残ってくれましたので、これをうまく使っていきたいね。これはちょっと、まだまだ爆発要因になれる。青が残ってるってのも素晴らしいんですよね。というところで、5の入れ替えを駆使して、はい、ここモルモトもいたので、はい、トリコロールペアかな？さっきと同じ役作っていきたいと思います。いや、強いね。やっぱ、シラセがタックに反映いるだけで、本当に全然違います。なんか、ペアトリコロールなんだよね。逆にいっちゃうんだよな。なんか、これ多分人それぞれだと思うんですけど。で、今のところ、テンパイが、キュースタッシュというところで、変化トリプルが来ました。こういうのが多いんだよな、マジで。で、4を、都合よく持ってましたので、使ったところ、緑の6が来ましたので、フラッシュになりましたね。はい。これは、幸運でした。はい、ありがとうございます。紫じゃないや、青引きたかったね。モルモトいるんで。モルモトとユーカがマジでさすがの得意練習率。これのおかげで本当にタックガンガン来ます。モルモトが 40%、ユーカも 30% くらいあったかな。めちゃめちゃ高いんですよね。ありがとうございます。さあ、もうトリプルタック5回、6回くらい引いてるんじゃないかな。で、アイラがリーチ。結構イベント感想もね、怪しいですからね。前さん選手か。だとちょっと怖いですね。さあ、残り5ターンになってまいりました。変化ダブル。まあ、こう、球速が強いですが、もう筋力ポイントは結構お腹いっぱいなんですが。はい。一旦回復使いまして、緑の3ですね。で、9も控えてますと。山札が残り9枚というところも注意しなくてはいけません。こっからマジで。山札切れとの戦いでもありますからね。スクラップには余裕があるので、あと、うまい具合にカードを使っていけるかにかかってくると思います。さあ、ヒーロー2枚のローナンバーフラッシュ。もうこれで筋力ポイントはもう OK かな。もう172キロにもしちゃいましたからね。で、アイラが完走しました。結果、もう新鉄火面がね、取れる形になってしまったんですけど。はい。で、このデッキの闇、紫の6がもうめちゃめちゃ余っちゃうんですよね。これがね、本当にちょっといらない。しかも、この最終盤に来られると、マジでね、役にならない。で、変化ポイントいらないのに、変化が入っちゃうっていうね、ちょっとジレンマですね、これは。ジレンマの使い方絶対間違ってたんですけど、ここは変化いって、テンパの状態を作りますと。で、恐怖のヒーロー戦。これね、ヒーロー戦で経験点、ここまで2万2000点出てるんですよ。これ、幸せになったらもう、手を叩こうどころかね、幸せなら手を叩こうどころか、幸せならスマホ高速レーザーするところでしたね。マジで怖かった、この試合。初めて、ね、幸せの闇。まあ、今までのね、幸せ負けは、まあ、そこまでドハマりしたサクセスではなかったんで、全然許せたんですけど、このサクセスはさすがにね、皆様お分かりの通り、めちゃくちゃハマってますので、ここで幸せられたらね、ちょっとやばかったですね。まあ、それはそれネタ動画にしようと思ったんですけど、はい。もう初回に1点取られてね、もうヒヤヒヤの中、5回に逆転してもらって、なんとか勝ってました。いや、怖いね。よかったわ。もう勝利の星まで試合前にくれよな。さあ、69662。ちょっと変化寂しいね。球速はまあまあ強いが。で、ここはちょっともう6月2週、体力キープしようというところで、はい。3もなかったんで、一旦メンタルに行きました。山田残り5枚です。
で、この Q を、まあ、ラスト経験点獲得チャンスにしたところ、まあ、そこそこ強い、うん、変化ダブルが来てくれましたと。で、これね、ここも迷ったんですけど、これ Q ね、使わない方が結論としては良かったかもしれないです。うん。青がね、技術ポイントなんで、そこがね、結局、Q のね、ロボット練習効果上げたとしても、技術のところがね、全然入ってこなかったので、まあ、変化ポイントはね、変化タックめちゃくちゃ入るようになったんですけど、もうさすがにこれ以上いらなかったんで、まあ、そこは、ちょっと、使わなくてもよかったかなというところですね。まあ、ただスクラップが余ってたんで使ってみたんですけど、うん。まあ、ちょっとね、噛み合いがなかったです。この紫の6にめちゃくちゃ邪魔されました。で、ここは、今までは残り3枚しかないので、ここカード2枚、っていうか1枚か。この練習で1個減るのって、1枚しか使えない状況でした。はい。で、なんとか入れ替え練習理解を使ってダブルタックになったっていう感じですね。まあ、最低限かな。はい。もう技術入らないんですけどね。もう変化も、7777まで行ったんで、もうこれ以上はもういいかな。マジで。この後も入るんですけどね。この、ロボット練習が終わった後も、変化複雑タックの可能性ガンガンあるんですけど、まあもう海岸の経験点とかでいいかなというところですね。はい。まあ玉持ちもらえたのは美味しかった。ただ、なぜ3の状態で潰さなかったのか。はい、集中力が切れてましたね。で、ご覧の通り、技術精神が全く足りておりません。あんだけ変化タック踏んだのにね。ここがまあちょっと、噛み合いがなかったところかな。まあまあまあ、でかいのはガンガン引けたんですが、結局、その変化練習に載ってたカードが紫のカードだったんで、まあ、変化によってしまってたんですよね。うん、まあ、紫か緑か。うん。だからその、経験点こそ、まあ、このサクセスで2万7000点出てるんですが、結果としては2万6000点くらいのサクセスでしたね。まあ、余ったポイントを逆算するとそうなっちゃいますね。はい。変化が最終的にはダダ余りしちゃいますので、うん。やっぱバランスですね。はい。もちろん、モルモトの働きにもかかってくるところはあるんですが、まあ、青のカードをいかにうまく使っていけるかっていうのが、まあ、改めて大事だったので、まあ、この動画の、まあ、後にね、また、これより強い選手を作れるように、この同じデッキでね、高みを目指していきたいなと思ってますね。うん。さあ、こっからはもうひたすらもう変化か急速の美味しいタック待つだけなんで、まあ、特に、まあ、解説するところはないかな。まあもうトリプルタックもね、もう望んでなくても来てくれますからね。まあ、ここで技術ポイントを稼げるっていうのは強いですね。守るというかの技術ボーナスも結構効いてますし、この元も来てくれればね、技術ボーナス持ってますからね。さあ、で、サクセスハマってるんでピンチャンでやっていきます。まあ、急速変化で200ポイント開眼して、何引くかですね。もう、本当になんだろう。でも、ヤシと違ってね、急速変化をめっちゃ使う金徳っていうのはあんまないですからね。まあ、息揚々とかが、雨崎入ってないんで当たりの部類かな。さあ、一発目。不屈の魂。これはね、大当たりなんですよね。一応、打たれ強さ3でもらってて、潰してたので、まあ、これは確定でいいかなっていうところですね。ちょっと精神ポイント余裕ないんですが、まあ、うん、そんなに、うん、計合わせ146ポイントで取れる金徳の中で当たりの部類だったんで、まあ、これは妥協ですね。本当に、みなぎる活力も、高校、じゃないや、しらせから取れますし、当たりのね、海岸金徳が、ほんと復活マイブレくらいなんですよね。まあ、あと、今で言うと、ハイスピンジャイロとか、欲しいですね。筋力ポイントを稼げてるんで。あーさ、ここに来てね、荒れ玉っていう、荒れ玉よこすくらいなら、経験点くれっていう感じなんですけどね。はい。まあ、もう青徳は、まあまあ取れてるので、はい。あとは、もう、ラストターンの変化、ビッグタックにかけようかなっていうところで。はい、来ましたね。これは期待したね。これマジ期待したんですけど、ダブルタックといったところで、まあ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 最低限ですね。スタミナ上限しちゃうともう精神もきついと。で、新鉄仮面も控えてますからね。まあある意味これ、新鉄仮面骨2位できるんで、まあ技術精神ポイントを軽減できたと考えれば、まあ朝ミスった時よりかは、
まあ、マシの選択を取れたのかなっていう感じですけど。まあでも、エクスカリバー取ったらね、サテン伸びてたからね、なんとも言えないですね。さあ、ラスト海岸行きましょう。アイム変わらず、筋力変化200で、まあ、技術100で行くしかないですね。ここはもう、いかに技術精神を使わない筋力を引けるか、といったところで、行きましょう。1回目。で、速球対抗心は、一応、守るのね、イベントで骨一両もらってたんですけども、まあ、結局精神使うので、やめました。はい、2回目行きます。で、超尻上がりっていうね、めちゃめちゃ当たりなんですが、尻上がりね、まあ、もちろん、アイラからコツをもらえてないんで、ここは引き直します。そして変幻自在。これはね、緩急コツをもらってたんで、まあ、査定は低いんですけど、当たりの部類かな。っていうところで、まあ良かったですね。海岸はなかなか勝ったのかなと思います。まあ、超尻上がり、尻上がりなし、取ってない状態だと150ポイントくらい精神持っていかれてたんで、まあこれはしょうがなかったですね。はい。まあ査定を捨てて、まあ、バランスを取ったという中で、ラストターン見ていきましょう。試合はサクッと勝ちまして、ドラフトは1位ですね。さあ今回は抑えにしてみました。で、モルモットも鉄仮面くれました。はい、新鉄仮面、コツ2ですね。皆さんはしっかりとね、フォーク方向を開けてエクスカリバーを狙うようにしましょう。はい、26,962 点ということで、まあこれはもう約 27,000 点と言ってもいいでしょう。経験点溢れた分とかも考えれば、はい、まあ到達できた。ようやく 27,000 点到達できましたね。はい、といったところで、はい、振り終わった結果がこんな感じになりましたと。うん。金徳は全部取って、二次徳が3種。で、変化が総変29ですね。うん。で、球速172キロ。で、角が2、集客が1といったところですね。まあ、ほんと技術精神なんだよね、結局。うん、もう筋力と変化はめちゃめちゃ稼げること分かったんで。はい。結果が、PG8 の4メモリかな。はい、真ん中くらいまで作れました。うん、まあ、エクスカリバー通ってたら、PG9、中継ぎ抑え、盆栽作れたっていう感じだったんですけど、まあ、これ1000丸だったらね、PF の中継ぎ抑えまでいってると思いますので、結構ね、まあ、自分自身にも自信がついたサクセスになりました。はい。皆さんにもね、自信持っておすすめできるデッキですので、まあ、もうパースポを見てね、このデッキいいなと思ってやってる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、マジでいいデッキなので、一度ね、まあ、金徳被ってね、他のデッキと比べて、総合の査定は落ちてしまうんですけども、その分ね、変化量とか、経験点はめちゃくちゃ稼げますので、騙されたと思って、このデッキやってみてください。びっくりするくらい変化タックが来て、経験点が伸びますといったところで、まあ今後の新キャラとかにも期待したいですね。はい。といった感じで今回の動画終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では、失礼します。See you!